サーニャ・リチャーズ・ロスはアメリカ合衆国の陸上競技選手。2004年アテネ、2008年北京オリンピックの金メダリストである。ジャマイカ出身。リチャーズは400メートルを得意とするアメリカの女子短距離選手である。12歳の時にジャマイカからアメリカに移住。フロリダ州のフォートローダーデールハイスクール在学時は陸上競技だけではなくバスケットボールの選手としても 活躍していた。2002年5月にアメリカの市民権を取得。2003年のパリで開催された世界選手権ではアメリカ代表として4400メートルリレーで金メダルを獲得した。翌年の2004年のアテネオリンピックでも400メートルと4400メートルリレーに出場。400メートルでは6位にとどまったものの DD トロッター、モニーク、ヘンダーソン、 モニーク・ヘンナガンと組んで出場したリレーでは金メダルを獲得。さらに2005年のヘルシンキの世界選手権では400メートルの個人種目で銀メダルを獲得した。リチャーズは2006年にテキサス大学オースティン校を卒業。同年は IAF ゴールデンリーグの400メートルで6戦全勝を果たしジェレミー・ウォリーナー、アサファ・バウエルと共に 25万ドルを獲得した。また400メートルでバレリー・ブリスコフックスが1984年ロサンゼルスオリンピックの時に樹立した48秒83のアメリカ記録を22年ぶりに更新する48秒70をマーク、この年のアスリート・オブ・ザ・イヤーに輝いた。2007年の大阪で開催された世界選手権では、 病気のため得意の400メートルで代表落ちとなったが、4400メートルリレーで金メダルを獲得。2008年北京オリンピックでは400メートルの優勝候補左右翼として臨み、予選、準決勝ともトップのタイムで決勝進出を果たしたが、決勝では前半から積極的にレースを引っ張ったものの、最後の直線でイギリスのクリスティーン・ウォルグー。 ジャマイカのシェリカ・ウィリアムズに追い抜かれ銅メダルに終わった。しかし、4400メートルリレーでは、メアリー・ワインバーグ、アリソン・フェリックス、モニーク・ヘンダーソンと共に、ロシア、ジャマイカらを抑え、リチャーズは2大会連続の金メダルを手にした。2009年ベルリン世界選手権では400メートルと、4400メートルリレーの2種目で優勝した。リチャーズは、2007年に、 大学の先輩で2003年から付き合っていた NFL ニューヨークジャイアンツのアーロン・ロスと婚約した。2010年2月に結婚式を行った。2009年には2度目となるアスリート・オブ・ザ・イヤーに輝いた。2012年のロンドンオリンピックでも400メートルで49秒55の成績で金メダルを獲得した。1600メートルリレーでもアンカーを任され金メダルを 獲得した200メートルでは5位となっている。ありがとうございます。